前を向きたいとき、僕はビッグマックを食べる。買ったばかりの新車をこすったとき、ビッグマックを食べた。好きなアイドルが結婚したときも、ビッグマックを食べた。ほうれい線が深くなっていたとき、ビッグマックを食べた。フットサルで開始3分で肉離れしたときも、ビッグマックを食べた。娘が家に彼氏を連れてきた時もビッグマックを食べた。ただいま。家に帰っても犬しか出迎えてくれなかった時ビッグマックを食べた。僕はこの先も何度もくじけそうになるだろう。だからこれからもよろしく。